何読んでもらいましょうか。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。ものすごいこと書いてありますよ。自分自身を捧げろって言うんですよ。皆さん捧げられますか？祭壇の上に乗って骨まで焼き尽くす全焼の生贄となれますか？そんなこと言ってんじゃなくてね、生涯をかけて私たちは神に対して、人に対して、先週のメッセージはこうでした。神に仕えることができて人に仕えられなかったら片手落ちですよ。また逆もしかりですよ。神に仕えて人に仕えて、私たちは両輪で進んでいくことができるんですよ。これがクリスチャンですよ。自分たちが生きた供え物となって、捧げなさいってことは、ここが祭壇だとしたら、自分、神のね、霊的な祭壇ですよ。私はあなたの奴隷ですと、ね、神様の言うことを聞きます。人のしてもらいたいことを人にします。それが霊的な私たちの礼拝だって言うんですから、分かりました、この祭壇に乗りましょう。神様のおっしゃる御言葉の通りに受肉いたしましょう。受肉っていうのは神様の言葉を私たちが実際にものにしたとき、実行したときに受肉って言うんですよね。だから神が人となって現れたキリストは全ての御心を行ったんです。で、私たちは霊的なこの祭壇に乗るとき、乗りました。3日4日経ちました。人に良いことをしました。また人にして、自分にしてもらいたいことを人にしました。しかし4日後疲れたので降りました。っていうことも可能なんですよ。そうでしょ、生きてるんだから。僕は、皆さんも生きてるんです。自由意志持ってるから、サタンにも騙されるね。自分の意志で降りることも可能なんですよ。でもそこが乗ってるところ、乗ってればそれが本当の礼拝なんだってこの箇所で言ってるんですよ。神はこのような生贄を喜ばれるって、このヘブル書で僕はヘブル書がパウロが書いてると信じてるんです。でも誰が書いたかわからないから、パウロの書簡の一番最後に来てるんですよね。長さから的に言ったら、長いものから先にローマ書、コリント、ガラティア、続いていくわけですよね。エペソ、だから長さ的に言ったらとコリントの前か後に来なきゃいけないのに、一番最後に来てるっていうのは誰が書いたかわからないですよ。伝承的にはパウロだとか言われておりま、私はパウロだと信じてる。でもヨハネっていう人もいるしね。それ幕屋についてすごく詳しいからっていう人もいます。さあ本文に戻って、神がこのような生贄を喜ばれるって、要はその神の自分で乗る、自分の自ら神様の祭壇に乗って、人に尽くしていく生き方が、私たちは神に喜ばれて、そしてその賛美は絶えずそうするべきだ。神のまた心の見張りのために指導者、牧会者、信仰の友も必要なんだってここに書いてありますよね。だから私たちはやっかみではなく、真摯に神の言葉として、この人を通して神が私におっしゃってくださったかもしれないとですね、吟味をしながら、前にも言いましたね、示されたんだったらしっかりしなさいって。だから示されてるのか、自分の中の自分がやりたいことを、これをやろう、これをやろうかっていう心の声もあるんですから、神からの本当に直接的な語りかけなのかどうかっていうのを吟味しなきゃダメです。予言も吟味が必要です。信仰もそうです。だから私の信仰とあなたの信仰が違っていいんです。いいの、みんなが同じ信仰だったら面白くないよ。そうじゃない、微妙にみんな違うんですよ。でも大元一緒ですよ。
十字架で死んでくださったのは私の罪のため、呪われるため、病のためですよ、うん、しかし復活してそのことを保証されたということがみんな同じなら、後のことは枝葉ですよ。そんなことで喧嘩してたら、要はキリストを知らなくなるんです。イエス様が最後まで心配したのは、あなた方は一つになりなさいってことです。そして私とつながっていなさい、離れたら何もできないから。クリスチャン同士が喧嘩してるの見たらみんなどう思います？サタンは喜ぶし、世の人はキリスト教ってやだよねってお言うだけじゃないの。だから皆さんそれぞれ信仰が違うの、ちょっと違うだけや。それはいろんな経験の中で自分のあなたの思った通りになるって、それが信仰ですよ。それでイエス様も言ってるんだから、そうでしょ。そのになるならなるんです。